ロシアの首都モスクワ近郊で黄金の秋と呼ばれるロシア独特の紅葉が見ごろを迎えています。モスクワ近郊では最低気温は氷点下、最高気温も10度ほど。東京の真冬並みの寒さで白樺などの葉が黄色く染まり、黄金の秋と呼ばれるロシアの晩秋を彩っています。かつてロシアの政治や文化の中心で世界遺産にも登録されているスーズダリやウラジーミルなどの町では、冬の訪れを前に中世ロシアの要塞や教会などの建築と黄金の紅葉が鮮やかなコントラストを描いています。ロシア気象庁によりますと、モスクワの今年の冬の気温は例年並みで、平均気温はおよそマイナス10度となる見通しだということです。